オラコンバンチお米の先生こと松岡先生です。今日はですね、小学生の皆さんに炊飯器で超簡単に超美味しくね、ご飯が炊ける方法を教えていきたいなと思いますので、最後までよろしくお願いします。3つのパートに分けていきたいなと思います。1つ目が買う、2つ目が研ぐ、3つ目が炊く。まず1つ目のね、買うからいきましょう。みんなどんなお米、どのぐらいの量買ったらいいんだろうってね、気になるかな、気にならないかな。気にならなかったらもう結構先生は泣いちゃうかもしれない。まずね、1つ目のポイントとして、1ヶ月で食べきれる量を買うのが、ポイントです。なぜかっていうとね、お米って精米した手が一番美味しいのね。お米ってこの精米してからね、時間が経っちゃうとやっぱり味がね落ちたりとか、虫が湧いたりとかね、そういうリスクもね増えるので、なるべくね1ヶ月ぐらいで食べきれる量がおすすめです。で、2つ目なんですけども、お試しサイズがおすすめって書いてあるよね。コンビニとかスーパーではね、2号とか3号ぐらいのねちっちゃいサイズが売ってるので、そちらがおすすめです。なんでかっていうと、いろんなお米をね楽しめるってね。しかもね、もう2号だからね、測んなくていいの。パッつって、はい、コンビニで買いましたね、したもパッ。3つ目が食味ランキング。これはね、日本穀物協会というところが出してるもので、簡単に言うといいお米のランキングなんだけども、一番上の特 A っていうのがもう50銘柄ぐらいあるの。まあいっぱいあるってことだよね。だからもうね、今ねみんなもすごいよ。これみんな生まれてきてくれてありがとう。先生はこのお試しサイズでたくさんのお米を試してほしいなって思ってます。お米、まあどれ選べばいいかなって迷った時は、ぜひ食味ランキングとかを参考に選んでもらえればいいのかなと思います。2つ目がね、研ぐっていうところだね。研ぐってね、何かっていうと、お米はねバリアが張ってあるのね。実はそれをちょっとね洗って研いで、バリアを取ってあげる必要があるんだね。水でねこうやって研ぐんだけども、その最初の水がねすごく大事。なんでかっていうと、お米って最初にこうね触れた水を一番吸収するわけだから、一番最初にこう洗う時の、研ぐ時のお水が一番美味しい水を使った方が実はいいんだね。研ぐ回数なんだけども、優しくかき混ぜてみてまた捨てると、これをね3回ぐらい繰り返せばいいかなと思います。で、最後ね、まあちょっと水が少し濁ってても OK です。で、3つ目がですね、炊くっていうところだね。炊くの一番最初のポイントが、浸水とか蒸らしは不要って書いてあります。これちょっとね難しいから、またあの動画の説明欄のとこに書いておくんだけども、本来は浸水とか蒸らしっていうね、一手間二手間加えなきゃいけないんだけども、今の炊飯器って浸水とか蒸らすっていう工程も含まれて炊いてくれるから、あえてねこれをやる必要はないんだね。で、もうスイッチピッて押したら炊けますと。で、ピーパーピーパーってなって、お米が炊き終わったらパカッて開けるじゃん。お米をね十字に切って、それを一個ずつね、こう裏返していくようなイメージで混ぜると先生はいいかなと思います。中心部分に水分がすごく集まってるので、それを広げてあげるように混ぜるのがいいかなと思います。ということでね、ちょっと早かったんだけども、買う、研ぐ、炊くっていうね、3つに分けて炊飯器で超簡単に美味しいご飯が炊ける方法をご紹介してきました。で、皆さんね、ちょっとね今回お伝えしたいことがあって、実は先生たちライブ配信をやろうとしてるのね。それが5月28日です。この授業で疑問に思ったこととかあったら、ぜひねこの動画のコメントに書いてもらえれば、みんなの質問が読まれる可能性があるんだ。大臣会見をこうやってみるっていうね、そういったライブ配信をね今度やろうとしてます。僕の友達の白石くんが演じる大臣が皆さんの質問に答えてくれます。君のコメントが読まれるかもしれません。以上、ありがとうございました。